はい、皆さんこんにちは、トミーです。第46問目になりますね。ハーバー&ライフ検定やっていきたいと思います。はい、かなりね、第46問結構いきましたね。はい、もうちょっとで50問目いきたいと思いますので、頑張っていきたいと思います。はい、癒しの浄化ハーブというタイトルですね。浄化してくれる、この絵の通りのね、もう少ししたら、まあ、春、まあ、夏ぐらいですかね。今、冬の時期ですので、ちょっとね、残念ですけれども、咲いてませんが、まあ、この綺麗な写真とともに、問題を解いていってもらえればと思いますので、よろしくお願いします。では、問題文に移ってまいりましょう。今回の問題はこちらですね。リラックス作用が高い、癒しのハーブとして、古代ギリシャの時代より、心身を浄化するために使われてきました。ティー以外にも、ローションやリンスとして使用でき、ポプリやサシェ、ハーバルバスやアイピローも楽しめる、このハーブの、今回効能として誤っているものを選んでください。A, B, C, D, E と、今回5択でさせてもらっております。うん。まあ皆さんご存知のあのハーブですけれども、まあいろんな効果効能があってね、万能なハーブ、まあ結構好きな方がね、やっぱり多いんですけれども、私も好きですが、いろんな効能がね、あるというのは皆さんも分かってると思いまして、まあいざ答えろとなるとですね、どれが当てはまってて当てはまっていないのか、5択並べさせてもらいました。うん。まあ、オリジナルでちょっとテキストから引っ張って並べたんですけれども、ありそうで、なさそうな効能でございます。ので、わかりますでしょうかということですね。はい、A が抗菌です。抗菌の作用を。B が月経不順の改善。うん、C が偏頭痛の改善。あと D が便秘の改善。最後 E が不眠の作用。不眠に効果があるということですね。うん、はい、この5つの中から答えていただきたいということです。まあ、いざ、あげてくださいと言われると、効能が意外と、わからなかったりもするかもしれませんので、まあ、なんとなくいい香りとか、使えるというのは皆さんご存知だと思いますけれどもね。それから、踏み込んだ、まあ、よりテキストとして、まあ、問題文としても、重要な点でございますので、最近は結構ね、この効果効能に、スポット当てて話させてもらっておりまして、やっぱりここが一番問われやすいと言いますか、うん。基本データの、まあ、仮名ですね。はい。分類分けとか、学名とか、もうその辺もね、出るんですけれども、特徴成分についてはね、あんまり試験では問われないんですが、重要な部分でもありますので、できれば特徴成分も覚えてほしいんですけどね。まあ、成分よりも、効能というか、使い道の方が、まあ、ちょっと重要だというのが、一応、ジャム派の考え方ではありますのでね。はい。それを踏まえた上でやっていきたいと思います。では、わかりましたでしょうか？答えいきたいと思います。答えは D の便秘の改善がちょっと当てはまらないと言います。このラベンダーのハーブでございますね。うん。A、B、C と E は、ラベンダーの効果、効能に当てはまっているということです。まあ、ちょっと、そうなんですかという形で知らなかった方もいると思いますので、うん。意外とこの、ね、D 以外は当てはまってます。便秘の改善っていうのは、まあ、ダンディライオンとか、まあ、そうですね、腸内の、ガスを排出してくれる、そうですね、セリ科のハーブとか、うん、まあ、そうですね、うん。まあ、シソ科のハーブもね、結構当てはまるんですけどもね、ラベンダーはちょっと違ってくるかなというところでございます。はい。まあ、それよりもいろんな効果が高いということですので、最後ラベンダーを振り返っていきたいと思います。はい。まあ、ちょっとテキスト通りね、させてもらいますけれども、キーポイントを解説深掘っていきます。メディカルハーブですね。はい。あとはハーブ&ライフ。まあ、料理にはあんまり使われないですけど、メディカルハーブの分野では非常に有名ですね。アロマセラピーでも多用をされているラベンダーですが、まず抗菌作用です。うん。まあ、エキナセアとかジャーマンとかっていう代表的な抗菌作用よりはちょっと、劣るかとは思いますけども、抗菌作用があります。うん。それから消炎作用ですね。まあ、こちらの方が結構有名かなと思います。やけどが、ね、皮膚にやけどを負った際に、ラベンダーをね、使って、やけどをね、傷を和らげたというのは有名なね、ホットガセの話ですけれども、それもありますね。あと、皮膚への刺激が少ないため、スキンケアなど美容にも役立ちます。うん。美容の商品にもよく使われておりますね。低刺激というのは初心者に使いやすいというところです。あと、リラックス作用を促す、特徴成分が酢酸リナリル、リナロールですね。うん。やっぱ酢酸リナリルが含まれている、成分のハーブというのが非常にリラックス作用が高いということで、副交感神経を優位に働かせてくれるというのが、まあ非常にやっぱ魅力的な部分ですね。まあなので浄化のハーブとか癒しのハーブとかっていう風に言われるんですけどね。はい。
まあ、ここは、試験では問われないかもしれませんが、まあ、アロマテラピー受けられる方はぜひ、必ず必須になってきますので押さえてください。あとは筋肉の緊張を和らげます、うん、ですね。あと安眠をもたらすというのが、バレリアンとか、というところで一緒に、ラベンダーというのが登場したりしますので、安眠ハーブとしても代表格です。ここも最後押さえておいてください。では今回は万能ハーブのラベンダーでございました。次の一問一答でお会いしていきましょう。バイバイ。